グルタチオン S トランスフェラーゼは遺伝子工学で目的のタンパク質にタグとして用いられる。分子量26系だのタンパク質であり、日本重血球中由来の遺伝子が利用されている。GST タグを持つ目的のタンパク質はグルタチオンを固定化したアフィニティクロマトグラフィーにより効率よく回収することができる。また、GST 抗体を用いた免疫沈降法や ウェスタンブロッティングにおいて、タンパク質の検出などにも利用される。融合タンパク質の中には、MBP、CBP、TRX や GFP などがあるが、中でも GST は、目的とするタンパク質の N 末端に結合させた場合、安定した可用性タンパク質を回収することができることが多い。目的タンパク質と GST の連結部に特異的な、 プロテアーゼの切断箇所を導入したベクターを使用していれば、アフィニティ生成後に、プロテアーゼで GST を切断して、目的タンパク質だけを管理することが可能である。ありがとうございます。